幸い風やから虫出へんくなってまだまだマジかよ。ここは出へんわ、まだまだ。ここ全部ね、あの網に貼ってあるから大丈夫。これ1階の下に作ってるんやな。1階の下普通にやばいな。ちょっと俺入るわ。でも地下って言っても外見てみ。外は見えんねんな。ていうか地下というわけじゃないな。地下ではないか。ちょっと待って、めっちゃガチな部屋やん。部屋ある、部屋ある部屋ある。ちょっと、あのちょっと俺の部屋からペンラ持ってきて。ほんまにここ人誰か住んでんちゃうかぐらいのレベルで揃ってんのよ。マジでマジで。ちょっと向こうも、あ、おらた、消えた。これこんな、いや、マジどこまでも全部入る、全部入る。いや、奥もあるからさ。いや、こんなとこに部屋作ってないって普通思わんやろ、すげえ。何してんの。この置くとこがなくなってきたからな。うん、狭なってきたから、で、あの下に置こうってことになったみたいね。あー、なるほどね。あっちもある、ほんまや。そうほんまや、あっちもあるわ。多分あれ破壊したら余裕できるで。あそこでも破壊したらいけるよ。すごいないこれ。え、すげえ。ちょっと、いや、ストーブ出そう。うん、どれ。ただ俺長くはいたくない、ここ。うん、それはそう、ホコリがつったら、ホコリが、そう下がね、もう普通に土。うん、土。断熱材とかもあるから寒さとかは大丈夫なんやろうけど、コンセントがね、なかったりとか。すごいなこれ。いや、普通にすごいよ。ねえ、もうちょっと掃除したら暮らせる。あの、掃除した方がいい。うん、断然掃除した方がいい。ここにストーブが置いてあったよな。そう。待って、双剣美ちゃんあんじゃん。絶対暮らしてたじゃん、ここで。これは捨てよう。なんで。はい、ということで1階の下に部屋がありましたっていう動画でした。うちの母親は怒ってます。